約束など口にはしない。絶対に追いついてきてくれるはずだ。心配するな。実験が行われている部屋から距離があるためか、あるいは。新しい力だ。私が作り出した新型の羅刹を一瞬で切り殺してしまうと。久しぶりだな。甲府で会った時以来か。わざわざ我が娘をここまで連れてきてくれて感謝するよ。迎えに行く手間が省けたというものだ。あんたに会わせるためにここに連れてきたわけではない。結果としてそうなるのだから同じことではないかね。それにしても落ち水が随分体に馴染んでいるようだ。あれから何度羅刹となった？一度？それとももう数えきれぬほど力を使ってしまったのか？答える必要があるのか。いや、この間会った時に伝え忘れていたことがあってね。羅刹の力の源が何であるか君は知っているか？羅刹の人知を超えた力を生み出すもの、それは人間が持つ生命力。力は神仏からの授かりものでも何でもなく、これから先君が生きるための力を前倒しして使っているに過ぎ。城の外にいた羅刹が妙な死に方をしたのはそれが原因か。驚きと絶望で声すら出んか。力を使うたび、君の最後の日が刻一刻と迫ってくる。どうだ？絶望しただろう。戦い続ける気力など失せてしまっただろう。そんなことで俺たちが絶望するはずねえじゃねえか。
土方さんに言われたんだ。心残りがあるんなら今のうちに片付けてこいってさ。羅刹の力を使うたび寿命を削られる。最後にみんな刻一刻と迫ってくる。それがどうしたってんだ。俺たちは京にいた頃、それこそいつ死んじまってもおかしくねえ毎日を送ってたんだぜ。芝居の前の日なんか怖くて眠れねえ時だってあった。普通に街を歩いてるだけでもいつ不定老子に切り殺されるかわかんねえ。そんな中を生き抜いてきた俺たちが寿命を削られるくらいで絶望するわけねえだろ。だよな、はじめくん。なんてのは花札の手札みてえなもんに過ぎねえ。そしてたった一つしかない命を使ってでっかい賭けに勝ち抜く。俺たちはずっとそうしてきたんだ。するよ。先に行っててくれ。このおっさんを片付けたらすぐに追っかけていくからさ。みんなで鬼退治としゃれ込もうぜ。ああ待っているからな。なぜ彼女をここに連れてきたのですか。分かりきったこと。この娘を俺に献上するため連れてきたに決まっているではないか。こうして言葉を交わすのはいつ以来。あの頃はまだお前たち新選組も威勢がよかった。見る影もない。ご苦労だったな、バンケ。我が妻をこちらへ渡してもらおう。あんたに引き渡すために彼女をここに連れてきたわけではない。では何のためだ。あんたを倒す、彼女も守る、どちらも果たせると思ったから連れてきたまでだ。これはいい。俺を倒しその娘を守るときたか。鳥羽伏見の戦の時のことを忘れてはいまい。この俺に手も足も出ずボロ切れのようになって、落ち水を飲みようやくまともに切り合えるようになったのを忘れた。貴様は俺の情けによって生かされたに過ぎぬのだ。あの場で俺は最良の選択をしたと思っている。後悔はしていない。今まで俺が選んできた道は全て正しい道だ。そしてこれから俺は正しい道を歩み続ける自信がある。正しい道だと。他人の命令でしか動けぬただの番犬のお前が何を選択したと。その娘を守る新選組の命令か、それとも今は愛さんか。今まではそうだったかもしれない。だがこれからは
俺自身の命令で行動する。命を懸けて彼女を守り、貴様を倒す。面白い。ではその決意のほどを確かめさせてもらう。どこからでも遠慮なくかかってくる。天霧、今回は手出しをするなよ。まがいものごときに刀を弾かれた。バカな、こんなことがあってたまるか。薄汚れたまがい物のゴミの分際で、この俺の高貴な血を。貴様だけは絶対に許さんぞ。ただ殺すだけでは飽き足りぬ。元の形をとどめぬほど、細かく切り刻んでやるわ。人間ごときにこの姿を見せてやる。これが初めて。公園に。
勝負にすらならぬな。先ほどの勇ましいセリフはどうした？貴様が落ち水を飲んでまで手に入れた力はどうしたのだ？早くかわさぬと血が失せて動けなくなってしまうぞ、ミミズイカの哀れな生き物よ。どうした、まがいものの鬼、もう立ち上がる気力すら残っていない。先ほど何やら抜かしていたの、命を懸けてこの娘を守り俺を倒すと、あれだけ自信たっぷりにほざいておいてこのざまか。己が下した命令とやらはどうしたんだ。俺は寛大なんだ。お前が態度を改め、とどめを刺すのは勘弁して。そうだ。まずは、俺の目の前に土下座して、畳に額をこすりつけ、先ほどの非礼を詫びてもらおうか。どうした、聞こえんぞ。俺自身の命令にしか従わん。己の心に沿わぬ答えなど選んでたまるか。俺の心に沿わぬ答えは選べぬだと。ネズミのクソ以下のちっぽけな生き物が傲岸不遜なセリフをほざくな。弱者は強者を敬い、へり下るのが当然なのだ。まがい者ごときにこの俺の申し出を断る権限があると思っているのか。武人の誇りを汚す者は醜い。同族の行いであればなおさら許せません。理由はそれだけです。斎藤、刀を研いなさい。落ち水を飲んでいるのなら回遊していないにせよ、傷は随分塞がったはずです。許さんぞ、天霧。貴様だけは。この俺を裏切ってまがい者ごときの手を貸しようぜ。
下がっていろ。決してそれ以上近づくな。遅いぞゴミめが。くそ、隙が見つからん。サイド、何やってんだよ。もしかして長らく巡察に出てねえから忘れちまったのか。俺たちが戦うとき気をつけなきゃいけねえ決まりがあったろ。それは絶対に敵と一対一で切り合う。遅くなっちまって悪かったな。とっとと片付けしまおうぜ。じゃあ、行くぞ。こうやってみんなで一緒に戦ってると今日にいた頃を思い出すぜ。おれザコどもめ。ザコはどっちだ。今日こそてめえらに引導を渡してやるぜ。今だ。無敵の剣の威力見せてくれよ。心得ている。やったか。
見事な立ち筋でした。成長しましたね、斉藤。君に伝えなければならないことがあります。伝えなければならないこと。コードはこの地で落ち水の最後の実験を行おうとしていました。羅刹の毒を和らげ、少しでも死期を遅らせられるように。陸奥の清らかな水には落ち水の毒を抑える力があるらしい。君もこの地に留まれば終焉の時を収めることができるかもしれない。毒をその体から全て抜き去ることはできなくとも。何です？君が本物の武人だからです。羅刹の毒などで早々と死なせてしまうのはあまりに惜しい。この戦はまだ続きます。この陸奥でも、さらに北の地でも、多くの人々の血が流されるでしょう。薩摩の人々の中には、関ヶ原の遺恨を果たすため、徳川家の復讐のため、憎しみに駆られて戦う者も多い。けれどそれでは同じことの繰り返しです。100年後、200年後、この合図が今の薩摩や長州と同じ立場になってしまってはあまりに不毛ではないですか。だから考えてほしいのです。次の争いを埋まるためにはどうすればいいか。同じ地に住む腹からが憎しみ合い、傷つけ合わないためにはどうすればいいか。武士の武という字は矛を止めると書くのですから。歩けばまだ平気かな。空が眩しいや。鬼退治も終わって、明日からはまた人間相手の戦の始まりか。俺ちょっと考えちまったよ。次の争いを生まねえためにはどうすればいいのかな。お前なんかの頭で考えても答えなんて出るわけねえだろ。諦めろ。なんだよ、俺だって武士なんだから矛を止める方法を考えるのが仕事だろ。争いを生まねえ方法か。やっぱめちゃくちゃ強くなるしかねえんじゃねえ。こいつとは争ってもいいことねって向こうが勝手に思ってくれれば誰も喧嘩を吹っかけては来ねえだろ。審判さんはそればっかだな。世の中そう単純にはいかないんだって。なんだと？生意気抜かしてんじゃねえよ、青二歳が。ま、何にせよ戦は始まっちまってるんだしな。そういうのはさっさと白黒つけちまってから考えようぜ。そうだ。そんじゃ俺、急いで土方さんの後を追っかけなきゃなんねえから、もう行くよ。どこまで走れるかわかんねえけど、ここまで来たらとことん戦ってみる。おう、気をつけてな。無様な死に方しやがったら後の世まで語りついてやるから覚悟しとけよ。あ、それじゃ。じゃ、俺たちも行くか。次の戦の支度を始めないとな。だな。しかし、斉藤が土方さんと別行動を取ってるとは思わなかったよな。
いつも影みてえにぴったりくっついてたのに。争ってたもとを分かったわけではない。お互い納得した上で。なんだよそりゃ。近藤さんと大喧嘩して新選組を飛び出した俺への嫌味か。でもまあよかったじゃねえか。行き場所がねえなんて言ってたが、お前自分の意思で殿様選んだんだろ。選んだのは殿様だけじゃねえような気もするけどな。どういう意味だそれは。うわ、なんだよ、斎藤が顔をあからめてやがる。お前実は影武者か何かか。だからいちいち手を刀に持ってくなって。お前の場合冗談に見えねえから怖いんだよ。さてそんじゃ名残惜しいけどそろそろ行くことにするか。なな、争いをなくすにはどうすりゃいいかこれから考えていかなきゃならねえが、とりあえずは今の戦を全力で戦わねえとな。二人とも元気でな。生き残ったらまた酒でも飲みに行こうぜ。そうだな。だが。わかった。そうしよう。情などというものは、とっさの判断を鈍らせるだけのものだと思っていたが、ああしてまた皆と共に戦えるとは思わなかった。忘れはしない今日での日々も、そして先ほどの戦いも、月日を経ても鮮やかなままこの胸に刻みつけられるだろうな。
名前で呼び合おうという約束をすっかり忘れていたようだ。ここで待っていればあんたが迎えに来ると思った。無論それは知っているが、別に寒くはない。待て、あと少しで見られる。すぐに分かる。待っていろ。来た。最初に落ちてくる一つ、あんたと共に見たかった。あんたならそう言ってくれると思った。武士がいなくなることはあるまい。刀を持たなくても武士でいることはできる。己の心を裏切らなければ、刀を持たなくとも生まれがどうであっても、その人間は武士だ。